ブローニスラフ・フーベルマンは、ポーランド出身のバイオリニストで、パレスチナ管弦楽団の創設者の一人。フーベルマンと指揮者、ブルーノ・ワルター・ポーランド南部のチェンストホバに生まれる。6歳で、ワルシャワ音楽院でミハロビッチやロット、ローゼンらの教育を受け、1892年から、ベルリンに行き、ヨアヒムと、シャルル・グレゴロビッチの指導を短期間受けた。1895年1月、 ウィーンで行われた大歌手アデリーナ・パッティの決別演奏会で大成功を収める。翌年フランクフルトのフーゴ・ヘールマンに支持し、パリで2から3度、マルタン・ピエール・マルシックの指導を受けたという。翌年1896年には弱い13歳で、ウィーンのムジーク・フェラインザールにて、ブラームスの前で、彼のバイオリン競奏曲を演奏、作曲者を痛く感動させた。 演奏終了後、カデンツァの途中で湧き起こった聴衆の拍手に動揺して、うまく弾けなかったと言ってはビル・フーベルマンに対し、ブラームスは、そんなに美しく演奏するからさと慰め、BR ・フーベルマンウ1896年2月1日の、ウィーンと感謝に満ちた彼の聴き手である J ・ブラームスを親しく、思い出してくれることを願って、とサインした自らの肖像画を送るとともに、 バイオリンとオーケストラのための幻想曲を作曲することを約束したという。この約束はブラームスの死により果たされなかったが、これにより、フーベルマンはヨーロッパ音楽界の長寿となる。同年にはアメリカを演奏旅行する。1902年までと第一次世界大戦での演奏中断期を挟んで、ベルリンを本拠にヨーロッパにおいて活躍していたが、1933年、 ナチスの政権獲得と共に抗議キャンペーンを開始。1920年代はベルリンを本拠にして活動していたが、ナチスの台頭に伴いドイツを離れた。その一方で1936年、若いユダヤ人亡命音楽家を集めてパレスチナ還元楽団を結成。かねてから敬愛していたアルトゥーロトスカニーニを最初のコンサートの指揮者として迎えた。しかし、 その翌年の1937年に演奏旅行先のジャワ島の空港で飛行機事故に巻き込まれ両腕を負傷。一時は再起不能説も出たが、不屈の精神で復帰を果たし、戦時中はアメリカで演奏活動を行った。第二次世界大戦中から1946年までアメリカで過ごし、その後ヨーロッパ楽団にも復帰したが健康を害し、ジュネーブ近郊に没死した。 臨重の地については、コルジェシュルブベとも何ともされる。フーベルマンのバイオリング演奏は、当時の並みいるバイオリニストの中でも特に個性的な、もので、カールフレッシュらの正統派バイオリニストから異端視されて、きたが、その強烈な個性をもって訴えかける音楽は、特に、東欧とドイツ圏において、絶大な人気を博した。第二次世界大戦後ほどなくして亡くなったこともあり、 ステレオ録音のような高音質の録音は残っていないが、SP レコードやライブで残された録音を通じて、今も多くのファンの心を捉えてやまない。彼のテクニックはスッキリとした香りのある音色を貴重とし、飛び跳ねるような固めのスピッカーと大きく幅を取りゆっくりとしたビブラート、生めかしいポルタメント、フラウタンドなどを駆使して、その音楽の表情は自在に千変万化した。 フーベルマンは、ヤッシャハイフェッツに被験するほどのビルトゥオーゾであり、パガニーニ、チャイコフスキー、ラロ、ビエニアフスキ、ー、サラサーテなどの技巧曲を得意にしたのは言うまでもないが、同時に、バッハ、ベートーベン、ブラームスなどの深い精神性を必要とする音楽も、他の追随を許さなかった。それは弟子であるヘンリク・シェディングに引き継がれていると言える。最晩年のブラームスはフーベルマンに、 新作の検定を約束していたが、すでに眼性の観光編が進行しており、実現できなかった。しかし、くしくも、ブラームスの没年に生まれたコルンゴルトは、フーベルマンのために、自作の劇音楽、カラ騒ぎ作品14から、バイオリン組曲を編んだだけでなく、フーベルマンの移植に応じて、バイオリン競争曲を作曲した。コルンゴルトの競争曲における数々の超絶技巧は、 結局、ハイフェッツの録音により知らしめられたが、実際は、フーベルマンのテクニックを想定して書かれているのである。この競争曲の初演権は、当然フーベルマンに与えられたが、フーベルマンが、ハイフェッツのリハーサルを耳にして、断念、権利をハイフェッツに譲ったとの逸話が伝えられている。ハバーガル・ブライアンのバイオリン競争曲も、フーベルマンの演奏を想定して作曲されたが、 フーベルマンが演奏することはついになかった。SP に吹き込んだチャイコフスキーのバイオリン競争曲が最も有名。しかし、カットが多い。ナロのスペイン交響曲やフリードマンとの共演によるベートーベンのクロイツェル・ソナタも SP 時代の名盤として評価が高い。晩年のライブ録音では、ル・バイキンとのコンビによるシューベルトのグランド・ファンタジアやロジンスキー式。 フィルハーモニアオーケストラとのブラームスのバイオリン競争曲が名演として知られている。ありがとうございます。